ヤタムです、今日はですね、ボールを簡単に失っちゃう子をどうしたらいいかっていうところですね。トラップした瞬間とか、またはもうボールまたすぐ取られちゃう、囲まれちゃうよっていう子の対策です。では、はい、来てください。じゃあ最初北さん真ん中で徳間さん向こう、まあ3人いれば理想だけど2人でも十分できます。で、徳間さんもうちょい後ろで、ターンをして向こう向いてパス。お、これは、あ、でも北さん上手くなったよね。すごい上手。じゃあ徳丸さんディフェンスやってよ。はい、そのままそのままでいいよ。これってどう？取れますね。ね、取られる。じゃあどうしたらいいかなっていう話でしょ。はい、じゃあちょっと俺がやってみる。はい、ここでね、取られちゃう子っていうのは今北さんもそうなの。じゃあディフェンスね、ここでディフェンス、北さんはこういう止め方するのよ。で、こういった形でターンをする。ね。で、俺、はい。今全然見てなかったね。ここいいよ、はい。この形。で、はい。ちゃんとこうやって見てるかどうか。今ちょっと良くないんだけど。要するに、もうちょっと離れてみるともっとわかりやすい。で、もっと離れると、ここで北さんは、下を向いてる。だから狙いやすいよね。ね。下ばっかり向いてる。これと、見た状態で、ね。今、見られたからちょっと行きづらいよね。北さん、タイミングちょっと測ってよ。いや、おかしかったよね。おかしかったよね。おかしかった。もう一回行くよ。これで、顔上げた状態でやってると、見られた。っていうことで、ディフェンサー突っ込みづらい。まあ、簡単に言うと、取られる子っていうのは、ね。こうやってガーッと開いて、銀行強盗ね、金出せって言って、こうやってちゃんと、普通の銀行強盗はこうやって多分、鉄砲向けて相手にね、向けるよね。でもみんなのは、まあ強盗素人だよ。ガーッて言って、鉄砲持ってるけどお金もらえますかみたいな。持ってんですよ。ヒロシですみたいなね。ヒロシですみたいなね。伝わるかな。ね、まあ銀行ごとでこうやってガーって言って鉄砲持って、おい俺かっこいいよ、はい金出せってこうやって言ったらダメだっていうところですね。だからここでガーって言って、はい金出せよ、はい殺すぞって言ってるのが正解。だからここで、はいね、顔を上げた状態で止められるかどうかね。大体みんな下ばっかり見てこうやってほら取られちゃったっていう話になるんですね。だからちゃんとまず顔を上げた状態で入ってね。どうなんよ。空気読んでほしいっすね。なあ、空気読まない。空気読まねえし、思わず反応しちゃった。ダメでしょ。おー、いい加減しろよ。ね、ここでちゃんと顔上げた状態で来んなよって威嚇から、また抜きはしないけどもね。はい。いいや、まあ、ちゃんと前向いてやろうねって。だから本当にここの顎を引くって、この作業をねやってる子は大体囲まれるんですよね。だからまずここでちゃんと顔を上げた状態で次に蹴れるところに置く、ね、リターンはまず簡単で、ね、もう一個パスコースをちゃんと決めておけば、まあ、ドリブルするにしても何でもできるし、取られるリスクが減るんじゃないかなと、そこはぜひ、ね、大事にしてほしいなと思います。ということでチャンネル登録お願いします。